フ千葉の FW 川又健吾が外出自粛に伴い、初めて自炊に挑戦した動画をインスタグラムに投稿し、話題を呼んでいる動画、あっつ。あっつ、地獄、川又が暑さに悶絶。料理初挑戦に反響。各国で猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、政府から緊急事態宣言が発令され、7都府県でも外出自粛を要請するなどの措置が取られている。それに伴い、Jリーグ再開も5月末まで再延期が決定。千葉も8日から活動を休止している。自宅で過ごす時間が長くなったことで、自宅でのリフティング動画などを SNS に投稿する選手が多い中、川又も自宅でできる新たな挑戦の様子をインスタグラムに投稿。自粛で今までやったことなかった自炊にチャレンジ。難しいけどめっちゃおもろいわー、との言葉と共に公開された動画で川又は、料理に初挑戦している。鶏肉をフライパンで炒めるという動画内容なのだが、跳ねた油の熱さで悶絶するシーンや、焦げすぎてしまうトラブルも。最後には、味付けをしていきます。今日はコチュジャンベースです。と紹介したソースを鶏肉にかけたところで、動画は終了している。また、料理手順についてはアプリを参考にしたようで、クックパッドは素晴らしい W、と綴っている。川又の私生活を撮影した動画に、浦和の鈴木大輔も、家に届けてもらっていいかな、と完成した料理を送ってほしいと要求。新潟でチームメイトだった矢野気象からは、鶏肉を焼く際に割り箸を使用していたことに突っ込みを入れ、菜箸送るわ、とコメントすると、川又は、な箸、と返し、ファンの笑いを誘った。ハプニング付きのユニークな動画にサポーターからも、美味しそう、料理男子。かっこいい、自粛のおかげで同じです。わかります。新潟の頃は鍋すらないって言ってたのに、すごい進化、などコメントが殺到した。リーグの延期が続く中、メンタル面のコンディションを保つ意味でも、自宅でサッカー以外の新しい楽しみを見つけることが、選手にとっては重要なことなのかもしれない。構成、サッカーダイジェストウェブ編集部。